さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。本日立教大学の長文なんですが、空所補充問題扱ってみたいと思います。だから合計6問なんですが、ちょっとこれを全部やるとですね、視聴時間がえらい長くなってですね、皆さんご覧になっていただけない可能性ありますから、その中から3問ピックアップしてですね、やってみたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ皆さん、空欄1番でございます。皆さん、この前後を読んでいただきますと、こちら選択肢4つの中から適切なものですかね、1つ選べるかと思いますので、考えていただけると嬉しいかと思います。さあ皆さん、空欄1番を含んでいる文章中書き出してみました。選択肢眺めていただいてですね、そして空欄1番、右側はおそらく皆さん from のところでですね、おそらく反応できるんじゃないかなという感じがいたします。で、例えば、いいであれば、differ from。なんか聞いたことあるな。law の distinguish も、なんか from、なんかくっつきそうだみたいな、感じになるかと思いますが、皆さん、そもそも空欄1番の右側にですね、from 前置詞プラス名詞で、皆さん全体で m になっておりますので、皆さん、空欄1番に入れるのは、自動詞ですか、他動詞ですかと言われたら、これですよね。後ろに直後に、なんかこの辺りになんか名詞があればですね、他動詞だという判断でいいんですが、直後皆さん前置詞ですからね。ですから皆さん自動詞を入れなくちゃいけないということです。で、それに皆さん from とくっつけることができるものどれですかと言われたら、選択肢の入れですよね。differ from。で、うんたらかんたらと異なるということでよろしかったかと思います。で、皆さん、ローとかはーとかにとかは、皆さん、他動詞ですからね。ですから、今回はちょっと残念ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄2番でございます。皆さん、選択肢こちらでございますので、また考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、空欄2番を含んでいる文章中でございます。では、空欄2番のですね、おそらく右側の、このあたりですかね。ポイントオブビュー。皆さん、このあたりを見て、熟語だなという風に反応できるとよろしいかと思います。皆さん、正解はどれですかと言われたら、はのフロムですよね。で、皆さん、from はなんとかかんとか、ポイントオブビューということで、うんたらかんたらの観点から見るとという熟語でよろしかったかと思います。で、皆さん、後でちょっとまとめますので、今聞いておくだけで大丈夫ですからね。さあ皆さん、最後でございます。空所3番ですね。選択肢こちらでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空欄3番を含んでいる文章中でございます。さあ皆さん、どうしましょうということですが、皆さん、まず後ろのですね、あず点点点、というところで、一つ反応ができるといいなという感じがいたします。まあ、選択肢眺めていただいて、皆さん、後ろあずが取れそうなものですね。いけそうですか。選択肢の、例えば、いとかですね、にのみんとかは、皆さん、今まで出会ってきた熟語を考えるとですね、おそらくアズはつけていなかったはずですね。例えば、コールだったら、コールフォーとか要求するとかですね。mean だったら、バイとかですね。そういう感じで使ってきたかと思います。ですから、皆さん、まず選択肢のローとハーに絞れるといいんですね。ただ、それを知りませんという方はいらっしゃるかと思いますので、この後まとめますので、今まず聞いといていただけるといいかと思います。だから、カウント皆さん、後ろアズ取りますし、で、皆さん、define も後ろは as を置けますからね。で、じゃあ、あとはどうしますかっていうことなんですが、実はこれ、トイレ1番もやっぱそうでしたけども、自動詞、他動詞で実はいけるんですね。で、皆さん、クラさんの右がどうなってますかっていうと、もちろん、前置詞プラス名詞でございますので、全体で m ということです。ですから、先ほどの問いの1番と同じように、自動詞だ。じゃあ、皆さん、ローと派。自動詞はどっちですかといったときに、わかりやすいのはおそらくこっちかと思います。define 定義するですよね。ですから、定義したよー、何をーってことですので、他動詞。ですので、選択肢派、今回は×。となってくると、選択肢のローですよね。
田辺さん、カウントですね。これ自動車ありましたっけ、という方も実際いらっしゃるかと思いますので、ちょっと皆さんこの後まとめますね。サムさん、先ほどのところをまとめてみました。では、タイトルとして、全知詞アズと併用する語句としてみました。で、皆さん、このアズと併用する表現として有名なのは、皆さん、どっちかというと、こっちの方じゃないかなという感じがします。先ほど皆さんの選択肢の中に define ありましたが、もうちょっと有名どころは、regard as be とか、look on as be、think of as be ですよね。で、皆さん、A を B とみなす考えると。で、もちろん define もそれの仲間でございます。まあ、全部他動詞ですね。で、ただし、皆さん、自動詞としてのカウントをご存じないという方が、結構いらっしゃいますので、大学はそこを今、狙ってくるわけですね。ですから、皆さん、カウントアズという表現ですね。もちろん試験中出くわす可能性は十分ございますので、押さえていただけるといいかと思います。で、皆さん、例として、The Book Counts as Her Masterpiece を書いてみました。この本は、彼女の傑作とみなされておりますということですね。ですので、皆さん、カウントアズ、自動詞としての存在があるんですよということです。そして、皆さん、問いの1番とか問いの2番で出てきたものもまとめておきました。differ from うんたらかんたらと異なる。そして、from はうんたらかんたら point of view ですね。ウニアの観点から見るとということでよろしいかと思います。ですので、この後もしお時間よろしければですね、もし知らない知識があったら、そこはノートにメモしていただいて。で、ノートをメモしたら、あとはこれですね。いつも通り、こういう感じで、すらすら言えるというところは皆さん頑張っていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。ということで、今後ともよろしくお願いいたします。